警視庁電話番号。これでつながるんか。スマートフォンサイト。東京都管轄等センター、これやな。はい、出てこいよ、これ。もしもし、お尋ねしたいんですけれども、総理大臣が、公職選挙法違反で一部不正を自白しているじゃないですか。それってなんで身柄持っていかれないんですか？はい、そうです。はい。はい。回線が全て塞がってる。いや、待ってるから。すみません、ちょっとお尋ねしたいんですけれども、ちょっとどうしても腑に落ちないことがあって、総理大臣が公職選挙法違反で一部不正を認めるって言ってるじゃないですか。いや、メディアが言ってますけれども、確かに耳にしましたけどね、メディアが言ってましたけど、ほんで、なんかいろいろインターネット上でもなんかこう、明らかに令状が降りてしかるべきような、なんかこう、ことが取り出されてるんですけれども、なんで警察動かんのかなと思って、ちょっとお尋ねしておきたいんですよ。ちょっと大変申し訳ないんですけれども、こちらですね、警視庁検察官の職務執行に対するご意見、ご要望と受け付ける窓口になっているんですけれども、ここの、お電話ではですね、何か回答するということはいたしませんので、まあ、そうどうかですごよ理解ね。いただきたいと思
なんですけれども。まあ、はい、わかりますけれども、はい、まあ、一応、まあ、そういう市民の声が上がってるっていうことだけ、はい、分かっておいてください。ありがとうございましたけど、はい。はい。はい。お願いします。はい。はい。失礼します。はい。はい。